はい、森口さんと一生懸命周りを変わっていただくセリアンスよろしくやっていきますということで、1レース目からりお砂漠、お砂漠走っていきますけど、まあこのコースは超がつくほど打開コースになっておりますので、まあ打開していくわ。ここのまあ遠くに言うことはない、特に言うことはないので、日課の神高いを今日も取っていきたいところでございますと。集中してコイン集めから、前張りするにも打開するにもな、コイン集め大事やからな。あ、メンバーの話しようかな。メンバー募集の話します。森口翔と一生懸命くんメンバーシップ始めております。はい、で月額490円やけど、もしメンバーになってくれたら、今は少ないから、ディスコードっていう通話アプリ使いながら、通話しながらみんなで今ゲームしとるんや、メンバーさんと。やから、もし、よろしければ、メンバー検討よろしくお願いします。以上でござる。まあ、コイン10やから、まあ、このまま行くんやけど、まあ、結局、サンダー振りそうではあるから、まあケアしながら交換しながらって感じ。近畿のキラーだけはいや、近畿のキラーだけはいや。どうすんのこれ、どうしますん。サンダーおらへんな、サンダー見えへんからまだないやろっていうことで、このまま進んどるわけやけど、さあどうしようかな、どうしようか。ソロ星使うわ、振られてもしゃあない。ソロ星使って、短すぎやろお前、喧嘩する、俺と喧嘩する。キラー短すぎて、お前いける、大丈夫。こんなとこまで来たけど、ミスったな、マジで。ほんまにミニマップを見忘れるという、1位に出た驚きでミニマップを見忘れるという、珍事件を起こしてしまいました、ごめんなさい。まあ謝んのも変やけどな、俺の実況動画だから。うん、そうそうそう、だからさ、もう俺は悪いけど俺は悪くないということで、ロックロックマウンテンしっかりと、しっかりと神高いしていきます、よろしく。押さないで、木野さん押しすんなってば。だからもうついていませんわね。コイン集めるよ、コインを集めるとマシン速度が 1% 上昇します。まあ10枚まで集められるからな。左下に俺の下に映ってるやろ、これコイン3枚なんで 3% 上昇してます。これ 4% 上昇で、これ 5% 上昇っていう状態な。だから一刻も早くコインを10枚にした方が良いということで、コイン集め、うまい、下手。これ悩ましいな、これ悩ましいぞ。テレサっていうのが絶妙に悩ましいんやけど、どうしようかな。コイン取って、いやーこれもう一回9位割りでいいかな。ただ1位のヨッシーがべらぼうに抜けてってくれとるから、まあサンダー振りやすい。アイテムは自分がアイテムテーブルはアイテムこれ割っとる場所と1位との距離で全て決まるから、みんな覚えときや。キラー強いな、これどうしようかな。俺赤コーラ、俺じゃない。じゃあこれ使い出してさ、お粗末かもしれんけどさ、この辺で吐いていい、吐くって言ったやん。だから分かっとったから吐く言いましたやん。なんで待ってくれへんの、落ち着いてな。いやこれワンチャンスあるぞ、ワンチャンスあるぞこれ。いやこの近畿の王やで、この近畿の王、最後の特大ショートカットまで最短、自分ができる最短でキャリーできれば俺の勝ち説がないか。そうだよな、いやどいて、ヤシバナナケツつき、ヤシどいて、どいて、オッケーオッケー、ありがとう、しっかりどけや、もうアホ、行くぜこれ、行けるとこまで行くぜ。ボムね、ジャンピングアクション出るから出して、ダダ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 ダ、あとは野となれ山となれ、野となれ山となれ、うおー神高い、いらん、赤コーラもいらんよ、赤コーラもいらんよ、赤コーラもいらんよ、おーこ
ぜーよーさあ、作戦がどっぷり決まりました。ロックロックマウンテン超満足。あとはもうフリースタイルでいくわ。まあ打開しようかな、普通に打開しようかなっていう気分では俺もう完璧やったからな、正直完璧やったんだよ。うん、おいおっちゃん、おい雲の上のっちゃん大丈夫か。オッケー、ナイスGM、いつもありがとうな、3カウントしてくれて。いつもお前仕事しとるよな、ありがとうな。うん、遅い時は腹立つけどな。うん、たまにはな。みんな文句しか言わんやん、ジュゲームに。ジュゲーム遅い時みんなジュゲームに文句言うやん、実況者って。遅いって言うやん。誰もでも俺は言わんよな。だから俺が言っといたら、多分ジュゲームに俺言った実況者、俺が初めてなんじゃないかな。ジュゲームに俺を言った史上初の日本人マリカ実況者、俺。多分そう。待って、コイン。コインを集める。コイン集めるとね、さっきも言ったけど、マシン速度がね、マックス 10% まで上昇する。で、ここみんなここ通れるんしとった。ここみんな通れるんだぜ。なんということや、すごい名前やな、ユニーク。お前ユニークやく、コインやましてくれ。ユニークコインやませ。おコイン6引かれとる。コイン7、間に合っていく。被弾せずに済んだな、このお兄様。スター、間違えてスターだよな。そうだよな。あんま戦争になんの嫌やから後ろに投げといて、注意体は荒らさないようにして、ここで無敵を9以下で割ると。 OK、 天才。こういうことやな、このスターを次のアイテムで割って。もうえらいことすんのよ、もうないやんか、もうこれどうすんの、これいらねえし、投げて、いらないのに投げて。いや、もっといらんて、もっといらん、もっといらん、もっといらん。まあ一応これでスターが出てくれることを願って。出てよー、もうケチ、輪伝堂のケチバカ。このまま上がるわ。じゃあこれ以上は下がれやんということで、このまましっかり木野さん、アホが近づけてんなよ、もう赤さんやめて。俺しっかり俺やん、なんでそんなこと、なんで、ええ、コインない、コインない。待て待て待て、これドベはいや、ドベ、こうなってくるとドベじゃないことを願うよ、ドベじゃないことを願うよ、ドベじゃないことを願うよ、ドベじゃないことを願うよ。投げて、よいしょよいしょよいしょ、あれかー、ちもせません。はい、ラスト。ここの名前はもうこれお庭でいいよ、俺のお庭やよ。神コース、神キャニオン、キノコキャニオン、キノコ、神子キャニオン、神子キャニオンです。よろしく、鬼打開します、鬼打開しちゃうぜー。こんなとこでコイン3枚集めちゃうぜー。ワイルドだろ、知っとる、みんなワイルドだろって知ってますか。スギちゃんのこと知ってますか、皆さん。なんか知らなそうやな、うん、多分知らんわ、みんな。俺の好きなスギちゃん、ワイルドスギちゃん、いきます。押してくんねん、押してくんねんやめ。さあ、これはしっかりと日野さんスター、これ完成してるんで、前まで持っていくかな、前までしっかりと運んでいきたいのはこの日野さん、よろしく。で、バグボックスがあるから、バグボックスがあるんで、うわっ、怖っ、おお、あれ、バグボックスがあるんで、ここでアイテムを6以下で割って交換をしていきたいと。で、サンダーもよろしく、サンダーもよろしく、あるやろ、強くないか、これ強いな、これ、サンダーなかったら多分、サンダーと被弾なかったら多分俺の勝ちっすね。サンダーと被弾がなければ俺の勝ちな気がするんやけど、勝たせてもらえるやろかのお話。よいしょ、さあ、行くやで、さあ、行くやで、さあ行くやで、このカツヤン、お前カツヤン爆スナみたいな、裏切りの爆スナはなしな、裏切りの爆スナはなしな、カツヤンなし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 、オッケーオッケーオッケー、カツヤンと分かり合えてる、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 分かり合えてるよ、カツヤンと分かり合えてるよ、爆スナなしな、後ろみんな、お前後ろみんな、これ当たっとくわ、これ当たっといて、これしっかり当たって、カツヤンにトゲがいって、なに邪魔すんなよ、なんていうこと邪魔すんなよ、
ナイスカツヤンのバックスラーおりゃー神だかーということで今日は終わり完璧すぎた、うん、まあ